はい、こんにちは。目黒と申します。どのくらい勉強すれば、早稲田大学に入れるのか、ということですが、大学進学を目指している学生は、どのくらい勉強すれば、どのくらいの大学に行けるんだろうと気になりませんか少なくとも、私は学生の頃気になっていました。そこで、この動画では、早稲田大学の創造理工学部に現役で合格したこの私が、どのくらいの期間、どのくらいの熱量で、どのくらいの量を勉強して入ったのか、ということをお伝えします。 早稲田って言うと、自分で言うのもなんですが、結構有名ですよね。なので、えー、早稲田を志望していない生徒も、あ、早稲田でそのくらいなら、私の志望校なら、このくらい頑張ればいいのかな、っていうのが分かりやすいのではないかと思います、えー。全国の中学生、高校生の参考になればと思います。はい、まず勉強の期間ですが、いつから受験勉強を始めていたかというと、私は高校受験の合格発表日から、 勉強していました、えー。なので、高校入学前の3月くらいからですね。私は福島県の公立中学校から、えー、同じく福島県の公立高校へ受験して入ったんですが、正直言うと、中学3年生までは全く勉強していませんでした。宿題はやったりやらなかったり、自主的な勉強時間はというと、中1、中2と平均して、おそらく 5分もやってなかったと思います。学年順位も5教科総合で真ん中くらいでした。それが高校受験があるということで中3から勉強を始めたんですけども、中1中2の復習をしながら、中3の勉強もして、さらに受験対策もってなると、時間が足りませんよねえ。受験経験者の皆さんなら共感してくれると思います。少なくとも私にはそれが無理でした。 なので、高校受験はめちゃくちゃ苦労しました。なぜ俺は中1、中2ともっと勉強してこなかったんだとめちゃくちゃ後悔しました。しかし、だからこそ高校入学後は大学受験を見据えて、もう二度とあんな辛い思いはしたくないと本当に心底を思いまして、毎日少しずつ勉強していこうと決心したんです。 早稲田大学っていうと、もともと勉強ができる子が入る大学っていうイメージがありませんかでも実際にはそうではなくて、公立中学校で真ん中くらいの成績の生徒も3年間頑張れば合格の可能性は大いにあります。はい、そして1日の勉強時間ですが、私は月曜日から金曜日までの平日は平均して2時間。で、土日の休日は平均して 5時間くらい勉強しました。まあ、これはあくまでも平均でして、めちゃくちゃ疲れてるから10分しか勉強できなかったっていう日もあれば、逆に、あ、今日はなんか調子いいなって8時間くらい頑張れた日もあります。平均すると大体平日2時間、休日5時間、このくらいでした。ただ、これは強く伝えたいんですが、私は時間を意識して勉強していたわけではなく、 その日できるマックスの量を勉強していたんです。時間を意識して勉強してしまうと、例えば2時間3時間机に向かうことが目的になってしまいがちなんですよ。そうではなくて、あくまで目標は大学受験合格ですので、その日にできるマックスの量を勉強する。これが重要です。ね。一日が終わって布団に入るときに、あ、今日はもうちょっと頑張れたな。 なんていう後悔はもう絶対にしたくなかったんです、ね。3年生になってから、あ、あの時もうちょっと頑張れたな、なんていう後悔は本当にしたくなかったんですよ。そうやって頑張った結果、振り返ってみたら、えー、平日2時間、休日5時間くらいだったっていうことです。はい、そして最後、勉強の内容ですが、私が一番力を入れた教科は数学です。なぜなら、高校受験で数学が一番苦労したからです。 数学って習った単元を使って次の単元を勉強するじゃないですか。だから中1、中2と全く勉強していなかった当時中3の私にとっては数学が一番苦手な教科だったんです。その反省を生かして高校に入ってからはもう絶対遅れを取るまいと毎日数学は勉強しました。部活でどれだけ疲れていても数学だけは最低1問解いて寝てました。 高校の3年間で数学に触れなかった日は1日もありません。その回あって、もともと一番苦手だった数学も何とか克服し、最終的には早稲田の数学が解けるレベルになることができました。なので、苦手教科がある皆さん、それは苦手なのではなくて、ただ単純にまだ勉強していないだけっていう可能性が多いにあります。やればできるようになる可能性が秘められています。 また、使っていた参考書は学校で配られた黄色チャートです。気になって青チャートを買ったこともあるんですが、結局、手が回らず、買ったっきりあまり使いませんでした。これはよく言われていることですが、あんまりたくさんの参考書を買っても意味がなかったです。一冊の参考書を極めた方がいいというのは本当です。はい。では、この動画はこのくらいにしておきます、ね。予備校はどこに行っていたかですとか、 まあ、数学以外の教科の勉強方法ですとか、あと部活動との付き合い方など、まだまだお話ししたいことはたくさんありますが、もしこの動画が伸びたら、また追加で作りたいと思います。えー、参考になったでしょうか、えー、では、ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。以上です。失礼します。